岡部二郎岡部二郎の肖像が、岡部二郎大正14年7月8日は、日本の衆議院議員。品濃国策軍春日村出身。岡部渡る者の次男。上田中学校で学んだ後、東京の導入者で英学を学んだ。1885年、高橋レキ用の渡米に従い、その後、ハワイに渡って、ハワイ王国、ハワイ共和国の顧問を務めた。 その後、アメリカ本土に戻って、カリフォルニア大学を卒業、さらに、シカゴ大学で修士号を得た。また、ロンドンスクール・オブ・エコノミクス、ハイデルベルク大学、パリ大学にも留学した。1899年、帰国して、外務省翻訳官となった。その後、伊藤博文、渡辺邦武,武を助けて、立憲声優会の創設に尽力し、さらに、 北海タイムスの主筆となった。日露戦争の際には従軍して、外国通信員監督を務め、さらに、栄光軍政省外交課長、栄光居留民団長、栄光行政委員会議長を歴任した。1912年、第11回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、4回当選を重ねた。その間、第2次、大熊内閣で、 海軍賛成官を務めた。その他、満州新報社長、国際平和協会専務理事、花日工業、株式会社社長などの職にあった。ありがとうございます。